皆さんこんにちは、ユリアと申します。それではスウェット&ティアーズやっていきます。じゃあ菊丸先輩を誘ってテニスクラブに行こうかな。菊丸先輩、よし、菊丸先輩を誘おう。もしもし、菊丸です。どなたですか？もしもし、黒宮ですけど。あ、黒宮じゃん。よくかけてくれたな。俺嬉しいよ。本当ですか？菊丸先輩、今日時間ありますか？もしよかったら希望が丘テニスクラブで一緒に練習しませんか？オッケーオッケー、退屈したらとこだから喜んで相手しちゃうよ。やった。それじゃあチリにテニスクラブ前で待ってますね。オッケーオッケー。今日も暑くなりそうだから暑さ対策忘れずにちゃんとしてこいよ。はいはい。でも猛暑が続くと海とか行きたくなっちゃいますね。お、それいただき。え？え？今日の練習の帰り近くの海岸まで行こっか。はい。あ、いいですね、それ行きましょう。すごいテンション高いんだけど。じゃあ決まり。はいはい。菊丸先輩と海か、ワクワクしてきた。よし、今日の練習は張り切っちゃうもんね。あ、そうだ、水着水着。菊丸先輩は？あ、もう来てる。早い。すみません、お待たせしちゃって。遅かったな。帰りにジュースおごれよ。冗談だよ冗談。いや、おごります。すみません、ジュース絶対おごります。じゃあ中に入るか。今日は練習だけど楽しくやろうぜ。はいはい。準備はいいよな、黒宮。はい、始めるぞ。はいはい、よろしくお願いします。テニスで勝つために最後に必要な力って何だと思う？最後に必要な力？体力、魅力、精神力。魅力はさ、アトベ様だけだと思うけど。体力も大事だけど、最後は精神力かな。精神力です。うん、そうだよな。諦めないと思う気持ちが勝利を導くもんなんだよな。そうですよね。よし、バッチリ。水着持ってきてるか？はいはい。んじゃ、ま、約束通り海に行こうか。はい。うわー、潮風が気持ちいいぞ。そうですねそうですね。人もそんなにいないし貸し切りって感じですね。いや、人結構いるけどね。よし、ここから海岸の橋まで競争な。え、走るんですか？え、砂浜で？当然。そんな。よーい、ドン。せっかくの海なのに練習みたい。それに砂の上だから余計きついって。靴ん中砂入ってそう。あー、先輩あんな遠くに行っちゃってる。おい、浅いぞ。待ってくださいよ。はい。思ったより遅かったな。それちょっとひどくないですか？でも、ま、いい準備運動になったろ。はい。これって思いっきりどうこうしてます。わりわり。じゃ、そろそろ泳ごうか。
はい。え、すぐにですか？ちょっと呼吸が。スタミナないな。じゃあちょっと休憩。ありがとうございます。ねえ、はい、お前の好きな泳ぎ方って何？泳ぎ方ですか？私はクロールです。クロールですね。平泳ぎですね。あの泳げません。これダメでしょ。これかこれだけど、私はクロールなんだけどな。でもクロールってカイドウ先輩のイメージがあるんだよね。じゃあ下かな。平泳ぎですね。そうそう、やっぱスイスイっと平泳ぎだよな。よかった、当たってた。でも菊丸先輩、なんで口動いてないんですか？はい。なんかカッパになった気分に浸れるもんな。そうですかね。ずっと口閉じたまんまなんだけど、腹話術？カッパってここ海ですよ。あ、そっか。じゃあ海カッパだ。何ですかそれ。おお。早い。本当にカッパかも。いやー、かっこいい。そしてかわいい。やっぱ海っていいよな。広々と泳げるのが楽しいよ。そうですね。やっと口動いたよ。そうですね。私も楽しかったです。だよな。また一緒に来ような。はい、そうですね。菊丸先輩との時間ってあっという間だな。はー、楽しかった。よし、じゃあ菊丸先輩を誘ってテニスクラブに行こうかな。菊丸先輩。よし、菊丸先輩を誘おう。もしもし、菊丸です。どなたですか？もしもし、黒宮ですけど。あー、黒宮ちゃん、よくかけてくれたな。俺嬉しいよ。本当ですか？菊丸先輩、今日時間ありますか？もしよかったら希望が丘テニスクラブで一緒に練習しませんか？オッケーオッケー。開発したらどこだから喜んで相手しちゃうよ。やった。それじゃあ一人にテニスクラブ前で待ってますね。楽しみだな。黒宮、遅れんなよ。はい。やった、菊丸先輩と練習できる。気合い入れて頑張るぞ。菊丸先輩は、あ、もう来てる。はいはい。すみません、お待たせしちゃって。もう遅かったな。帰りにジュースをおごれよ。冗談だよ冗談。家おごります。すみません、ジュース絶対おごります。んじゃ、中に入るか。今日は練習だけど楽しくやろうぜ。はいはい。準備はいいよな黒宮。はい、始めるぞ。はいはい、よろしくお願いします。ダブルスの試合中、自分の体力が尽きちゃったとき、お前ならどうする？そうですね。パートナーに任せちゃいます。ダメだよ。根性で乗り切ります。ちょっと難しいかな。勝利を信じて回復に努めます。これだ。勝利を信じて回復に努めます。ああ、パートナーを全面的に信じきっていないとなかなかできないけどな。そうですよね。うん、なかなか良かったよね。黒宮、この後時間ってある？あります。よかったらさ、ちょっと俺に付き合ってくんないか？いいですよ。菊丸先輩から誘われるなんてどうしよう。行くに決まってんじゃん。喜んで、今日はちょっとなんもないんで行きます。喜んで。
サンキュー。じゃあ行こうか。はい。彦丸先輩、どこ行くんです？ CD ショップだよ。 CD ショップ？チョコレーツの CD でも買うんですか？今日って誰かの新婦発表日かなんかでしたっけ？いや、そういうわけでもないんだけど。そうなんですか？好きなアーティストのアルバムを買いに行くつもりなんだ。あ、やっぱりチョコレーツか。じゃあ早く行きましょう。 CD か。菊丸先輩ってどんな曲聴くんだろう？お待たせ、黒宮。買い物済ませてきたよ。はい。ああ、先輩、何の CD 買ったんですか？ちょっと前に出ていた J-POP のアルバムだよ。チョコレーツじゃないのか。いや、チョコレーツかな。 CD ってさ、新譜買い逃すと結構買いそびれたままになっちゃうんだよね。ああ、わかります。私も同じです。ところで黒宮、お前ってさ、普段どんな音楽聴いてるの？オバアニソンです。私も J-POP 全般ですよ。日本の心、演歌でしょ。燃えるアニメソングです。え、戦隊ものとか？一番上だ。私も J-POP 全般ですよ。そっか、じゃあ今度俺の好きなアルバムとか聴かせてやるな。いいんですか？やった。よし、バッチリ。今日は付き合ってくれて嬉しかったよ。また付き合ってくれよな。はい。それじゃあまたな。はい。はい、また誘ってくださいね。こうして菊丸先輩とのとても楽しい一日は終わった。はい。半分半分だ。あ、頑張ってるようだな。ありがとうございます。努力はいずれ報われるはずだ。その調子を維持できるよう気合を入れていけ。はい。はい、ありがとうございます。頑張ります。やった、褒められた。今日は合同練習日だっけ。ランキング戦があるんだよね。頑張って順位上げなくっちゃ。最初は藤先輩？初戦で藤先輩なんてちょっときついな。でもそんなこと言ってられないよね。弱気にならずに全力で当たっていかなくちゃ。藤先輩との試合は完敗か。やっぱり次元が違いすぎるよ、先輩と私じゃ。悔しいけど何もできなかった。次は菊丸先輩か。丸先輩のあの調子に伸ばれないように気をつけなくっちゃ。菊丸先輩との試合はやっぱりダメだ。先輩の激しい動きに翻弄されちゃったよ。はあ、ボロ負けか。げ、最後の試合でカイドウ先輩に当たるの？体力持つかな。でも私だって厳しい練習してきたんだもん。持久力はついてるはず。絶対負けない。カイドウ先輩との試合はさすがカイドウ先輩、息一つ乱れてないや。乾杯だよ。あ、ちょいとこっちに来な。はい。あ、はい。今日は特別に臨時のコーチが来てるんだ。臨時のコーチですか？臨時？疲れてるだろうが、もう一試合してもらうよ。はい。試合は一進一退の攻防の末、お互い4ゲームずつ取り合っていた。準備 OK。 よし、頑張るぞ。行きます。よし。アロー。これは1ゲーム全部必殺技使えそうだな。
さった。よし、アロー、サーティーラップ。アロー、炭治郎さん空振りしてくれないかな。そしたらまだ体力持つんだけど。まあしないよね。アロー、いや次使えるかな。ちょっときっついな。ゲームプレイヤー準備 OK。 危ない。アロー、いやもう使えないな。ラブ15。自力で頑張るしかないか。さ、危ない。レッド、早いんだけど。オラザット、いっけー。レッド、レッド、レッド。ナンジロさん、さっきからバックステップしてません？今のは前に行ってたけど。オラザット、やった。ラブサーティ。炭治郎さんの背中しか見えなかったよ。そら、いっけー。やった。私強くなってる。ラブ40。そらやった、いっけー。レッド、あー今のは間に合わない。15-40。気はやめません。アウトになりそうで怖いんですけど。うらさった、やアウトだ。アウト。あ、あれ、もう炭治郎さん。30-40。そらやった、いっけー。レッド、うらさった。間に合わない。ああ、デュースになっちゃった。そらよ。ちょっと。今のはひどい。アドバンテージサーバー。さあ。レッド。際に落とせる弱弱ボールとか出ないかな。やった。デュース。炭治郎さんも体力なくなっちゃうよ。まあなくなった方がたまに追いつけないからいいんだけど。そらよ。やった。入ったよね。やった入った。アドバンテージレシーバー。ちょっと待ってよ、無限ループ。デュース。さあ。打った。今のはいけたと思ったけど。やった。アドバンテージレシーバー。次こそ決めてみせる。そらよ。うっそ、待って待って、デュース。ちょっとこの無限ループから抜け出せなくなった。そらよ、やっ、レッド、やっ、やった。アドバンテージレシーバー。ここよここよ、落ち着いて。
いいんだけど、何次郎ゾーン始まっちゃった？試合だ。ちょっと何次郎さん、試合長引かせようとしてません？やった、勝った。ゲームプレイヤーゲームセット。いや、最後はすごかったな、ウィーン。嘘でしょ、目つぶってるのに。なんでこんなに強いの？伝説のテニスプレイヤーか、今なら信じられるよ。どうだいこいつは。なかなかやるじゃねえか。なるほど、わざわざ俺を呼びつけるわけだ。本当ですか？龍馬の相手するときくらい面白かったぜ。嬉しいです。なるほどね、参考になったよ。バカ親父。ちょっと龍馬くん、こうして合同練習は終わった。両目をつぶってたハンデがあったとはいえ、伝説のプレイヤーに勝った。これも日頃の練習の賜物なんだろうね。菊丸先輩に感謝。これに慢心しないで練習を続けていかなきゃ。もっと上を目指して。よし、マイティネス、マイティネス。丸ばっか来た来た。二重丸一個か。はあ、はあ、どうしたんだよ、急に逃げ出したりして。菊丸先輩、菊丸先輩、やっぱり無理です。私無理です。どういうことなんだよ。私もうラケットなんて握れません。私黒宮、訳ぐらい聞かせろよ。はいな。私5歳の時からテニスやってたんです。大好きで、学校の勉強もそっちのけで夢中になって。でも小3の時あんなことがあって。あんなことって？大会の準決勝で私の打った球が相手の目に当たっちゃって、その場でその子意識失って救急車で運ばれて、私わざとじゃなくて、その子の顔狙ったわけじゃなくて。うん、それからはもう球を打つのもラケットを握るのも怖くなって、テニスから逃げ出したんです。そっか、中学生になってもう大丈夫だって思ってまた始めたけど、でもやっぱり今日みたいなことがあると。私でもさ、プロミア。はい、とにかくもう嫌なんです、相手を傷つけちゃうテニスなんて。私やっぱりテニスなんて好きになれない。とにかく落ち着けって。はい、悪い、怒鳴っちゃってさ。いえ、
だけどさ、少し落ち着いて俺の話を聞いてよ。はい。お前、試合に出るとき怪我するの怖がってコートに入る？いえ。え？そんなこと覚悟の上のはずだろ。相手だって同じだよ。はい。誰だって怪我なんて覚悟の上でコートに立ってるんだぞ。そうですよね。確かにみんないつだって真剣に試合に臨んでる。私の態度はその真剣に臨んでる人を裏切ってるの？俺がこんなこと言ってもしょうがないけどさ、テニスやめるとかそういうのってお前の決めることだし。でももしお前が頑張るって言うんだったら俺力になるからさ。ひまる先輩。そのお前のトラウマってやつ、そっから抜け出せるようにさ。菊丸先輩、菊丸先輩。ん？私テニスが嫌いなんて嘘です。本当は好きなんです。好きだけど、だけど。うん、頑張ろうな、一緒にさ。はい。はい。よし、じゃ合宿所に戻ろうじゃん。はい。はい。トラウマからちゃんと抜け出せるかわからないけど、でも私テニスが好きだから、声楽テニス部が先輩たちが好きだから頑張っていきます。明日は何をしようかな。というところで今回はここまでにしたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。